ラース・フォントリアー、ラース・フォントリアー、本名は、ラース・トリアー、1956年4月30日帯は、デンマークの映画監督、コッペンハーゲン出身、ドグマ95という映画の方法論に大きく関与しているが、その他にも様々なスタイルの映画で知られ、1980年代以降、デンマークの映画界に対する他国の関心を高めた。 中心人物だとみなされている。映画で過激な表現をするため、下記の通り作る作品が注目され、物議を醸すことでも有名である。1956年4月30日、ラーストリアーは、アルフトリアーとインゲルトリアーの息子として、実際には、インゲルの上司が、実の父親だったコペンハーゲンで生まれた。公務員であった両親は、進歩主義的な左派で、家庭内では、 ヌーディスト的生活を実践してもいた。子供時代のラースは、休日をヌーディストキャンプで過ごすこともあり、しつきを反動的なことだと考えた両親によって、様々なことを自分で決めるように任されていた。トリアーは無心論の立場をとっており、感情、宗教、楽しみを排し、子供には規則を作らないという過程であった。このことが人格形成に、 大きな影響を与えたとラースは語っている。11歳の時に母親の買った8ミリカメラをもらって以来中等教育の間トリアーは自主制作の映画を撮り続けた。トリアーにとって映画は外界と関わり学ぶための手段でもあった。コッペンハーゲン大学映画学科を卒業後、1979年にデンマーク映画学校に入学して映画演出を学んだ。 在学中には、ノクターン、1980年と卒業制作の、イメージ・オブ・リベレーション、ビフレルス・スルダー、1982年の2本の短編映画を監督。どちらもミュンヘン映画祭で短編賞を受賞した。フォントリアーは、この時期の同級生につけられたあだ名で、デンマークでは、平凡な名の、ラースと平凡な姓の、トリアーの間にドイツ語圏の貴族の姓に多い、フォン。 本をつけた仲間内のジョークであった。しかしトリアーは、過去の偉大な映画監督である、エディヒ・フォン・シュトロハイムや、ジョセフ・フォン・スタンバーグ、どちらも後から、本をつけ加えた絵のオマージュから、本を入れたままにしていると語っている。1983年に、同映画学校を卒業した。1984年、頭脳派連続殺人犯を描いた初の長編、エレメント・オブ・クライムを発表。 同年の第37回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、フランス映画高等技術委員会賞を受賞した。色調の操作を極めた同作は、従来のデンマーク映画とは全く異なるものであった。以後、トリアーは同作に始まる未来に対するヨーロッパのトラウマを描いたヨーロッパ三部作プロジェクトを始動させた。 1987年にはエピデミックを制作。第40回間に国際映画祭のある試験部門で上映された。同作は未来世界の伝染病を描いたダーク SF のパートとその物語を準備している二人の映画作家トリアーと友人でエレメント・オブ・クライムの脚本を共同執筆したニールス・ボーッセルが演じているを描いたパートからなっており、 二つの物語は最後に融合することになる。翌1988年には、カール・テオド・アドライヤーの脚本に元に、ウド・キアーを主演に起用したテレビ映画、メディアを制作。フランスのジャンダー・シン賞を受賞した。1991年、三部作の最後を飾る、ヨーロッパを発表。第44回カンヌ国際映画最新サイン賞。 シッチェス・カタロニア国際映画祭作品賞など各地の映画祭で受賞を果たした。同作はアメリカではゼントロパ、ゼントローパの題名で公開された。また、前年の1990年にはレードバックによる世界的ヒット曲ベイカーマンのミュージックビデオを監督した。このビデオは2006年のシャウン・ベイカーによる同曲のリメイクの際にも使われている。 1992年、プロデューサーのピーター・アールベイク・ジェンセンと共に映画制作会社チェントローパを設立した。同社は経済的な自立を達成し芸術的な面を完全にコントロールできるようにいる目的であった。社名は当時最新作であったヨーロッパにちなんでいる。同社はトリアーの作品の他にも多数の映画やテレビシリーズを制作している。また、ゼントローパは 主流の映画制作会社として、ハードコアポルノを制作しているという意味でも、世界唯一のものになっている。1994年、セントローパのための資金を目的に、王国病院、リックスハースピタレットと呼ばれていた、デンマークの国立病院を舞台にした、テレビシリーズ、キングダムを監督した。同作は、国内で50%以上の視聴率を記録し、デンマーク版、 ツインピークスと称されるなど人気を博した。1997年には、続編のキングダム E が制作され、第3部も予定されていたが、メインキャラクターの一人である、ヘルマー医師を演じたエルンストフーゴイア号が死去した、ため、制作は中断された。1995年、トリアーの母親が死去。遺言として、トリアーの遺伝上の父は、彼女の夫ではなく、 元上司でカトリックの音楽家の家系のフリッツ・ミカエル・ハートマンという男性であり、芸術家の遺伝子のために彼を選んだことが明らかとなった。その後、何度かの気まずい会見の後で、ハートマンはトリアーに会うことを拒否するようになった。この暴露の後、トリアーは育ての父との関係を消去しようとし、一時期はカトリックに入信した。現在はカトリックに破門されてはいないものの、 無心論の立場をとっている。映画においても正直さを大きく扱った作品を制作するようになる。同年、トリアーはトマス・ウィンターベアと共に技術的なミニマリズムの原則であるドグマ95を発表した。この時点では多くの批評家がこの方法論は急進的すぎて成功しないだろうと考えてり、実際にこのドグマに従った映画が 発表されるまでにはしばらく時間がかかった。1996年、奇跡の海を発表。第49回カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞した。主演のエミリー・ワトソンはアカデミー主演女優賞にノミネートされた。同作は厳密にはドグマ95には基づいていないもの、粒状感のある画面や手持ちカメラ主体の撮影は、 ドグマの行く先を示していた。同作はその後のイディオッツ1998年ダンサーインザダーク2000年と合わせ困難な状況下でも純粋な心を保ち続ける女性を主人公にした黄金の心三部作を形成す。また同年にはコッペンハーゲンで53人の役者を使った実験的な劇サイカマビール1ザワールドクロックを制作した。 このプロジェクトを記録したドキュメンタリーがジェスパー・ジャーギによって制作され、2000年にデド・スティルド・展覧物として発表された。1998年にはドグマ95に完全に従って制作されたイディオッツを発表。第51回カンヌ国際映画祭に出品されたサイ・トリアーは旅嫌いにもかかわらず陸路でカンヌまで出かけた。 デンマーク映画界への国際的な関心を高めたドグマ95によりトリアーの影響も多くの作家に及ぶことになった。イディオッツ1998年での性的に過激な表現の使用はアート映画における不利でないセックス描写の流行をもたらした。この流れにある映画としてカトリーヌ・ブレヤのロマンス X1999 年 ビルジニー・デパントとコラリー・トランティのベーゼ・モア2000年、パトリス・シェローのインティマシー・親密2001年、ビンセント・ギャロのブラウン・バニー2003年、マイケル・ウィンター・ボトムの9・ソングス・ナイン・ソングス2004年などが挙げられる。1998年には自身の映画制作会社セントローパを主流の映画会社でありながらハードコアポルノを制作する世界で、 初めての会社にしたことでも映画史に名を残している。この路線の作品は、コンスタンス、1998年、ピンクプリズン、1999年、ホトマンクルボーイス、2000年やアダルトと、主流映画の混合作品、オール、アバウトアンナ、205年の4本が制作された。これらは主に女性の観客を対象としており、ヨーロッパでは成功を収め、 特に前2作は2006年3月のノルウェーにおけるポルノ合法化に直結している。この動きはアンナ・スパン・エリカラスとペトラ・ジョイラによるヨーロッパでの女性向けポルノの波を先導することになった。しかし、ゼントローパ自身は英語圏のビジネス相手からの圧力により後にこの路線を放棄することになった。2009年7月には女性誌、 コスモポリタンによる女性向けポルノランキングでピンクプリズムが新しい世代のポルノのロールモデルとなった校により1位に輝いた。トリアー自身は2009年のアンチクライストでより暗いテーマとともに過激な性表現に回帰することになる。2012年には自身の監督作品としてはビデオッツ以来14年ぶりに前日の不利ではないセックス描写を含む ニンホマニアックの制作を発表。再び議論を呼ぶ過激な作風となることを示唆した。2000年、アイスランドのミュージシャンビョークを起用したミュージカルダンサー・イン・ザ・ダークを発表。第53回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した。トリアー自身も作詞に参加した挿入歌、アイブ・シー・ニット・オールはアカデミー賞の歌曲賞にノミネートされた。2003年、 ヨルゲンレスと共に制作したドキュメンタリー、ラース・フォントリアーの五つの挑戦は、長時間にわたる実験映画的要素も含んでいる。その内容はトリアーが友人であり、相談相手でもあるレスに対し、彼が昔撮った実験映画、ザ・パーフェクト・ヒューマン、1967年をことに、わたって、それぞれ違う、障害の下で、リメイクさせる、というものだった。 続けてトリアーは、機械の土地アメリカ三部作のうちの二作分、ニコール・キットマンをギャングの娘・グレースとして主演で起用したドッグ・ビル2003年と同役にブライス・ダラス・ハードを起用したマンナレー2005年を発表した。両作とも極端に非現実的な表現を取り入れており、役者たちはチョークで床に線を引きまばらに大道具を配置しただけの録音ステージで演技している。 どちらも、ハリエット・アンデルセン、ローレン・バコール、ジェームズ・カーン、ウィレム・デフォーなど知名度も出演量も高い俳優を起用し、アメリカを舞台に人間社会の様々な問題、ドッグビルでは、非観用を、マンダレーでは、奴隷制度を描いた。また、トリアが脚本を執筆し、ドグマ95の名優トマス・ウィンターベアが監督を務めた、ディア・ウェンリー2005年も、 アメリカを舞台にしている。同作は、ジェイミー・ベルとビル・プルマンを起用して、十数杯について描いた作品である。しかし、マンダレート、ディア・ウェンディは、商業的に失敗し、他のデンマーク内で、重要視されていた監督たちの失敗と合わせて、デンマーク映画界における危機の到来の印と、受け止められた。2006年にはデンマーク語のオフィスコメディ、ダークトレーン・フォー・デッド・ヘレイを監督した。 同作ではトリアーがオートマビジョンと名付けた監督が最適なカメラ位置を選んだ後にコンピュータがランダムにチルトパンズームを制御する方式によって撮影された。次のプロジェクトはトリアーが脚本を執筆しヤコブ・トエセンが監督したデウンゲ・アール・エイリク・ニーチェ・サガエン・デル・イチ2007年である。同作はトリアーの映画学校時代を描いた自伝的なものであった。 ジョナタン・スパングが、トリアーの代わり身であるエーリック・ニーチを演じ、トリアー自身がナレーションを行った。主要な登場人物は、デンマーク映画界の実在の人物に基づいており、ジェンズ・アルビヌースが映画監督のニルス・マルムリス役として、デヤン・クー・カッチが脚本家のモー・ワンス・スルー・コブ役として、ソーレン・ピルマークがセックスに依存している校長のヘニング・キャンア役として登場する。2009年、 悲しみに暮れるカップルが森の中の小屋に引きこもり昇進と結婚生活のトラブルを修復しようとするが自然が牙を剥き自体は悪化していくというコンセプトのホラー映画アンチライストを発表。同作はウィレム・デフォーとシャルロット・ゲンズ・ブールを起用し露骨な性描写を含むことで世界初の公開場所となった第62回カンヌ国際映画祭で物議を醸した。 同映画祭では、ゲンズブールが女優賞を受賞し、精神的、人道的、普遍的価値を持った映画に賞を出すキリスト教系の審査団からは、本作が女性別紙とされたことに対して、反省が特別に送られた。同年10月、心理的破局ドラマの要素を持った SF 映画、メランコリアのプロジェクトをアナウンスした。アイデアはうつ病に苦しんでいた頃のトリアが、 出席したセラピーセッションから来てり、セラピストは、うつ病の人々は先に悪いことが起こると予想し、強いプレッシャーの下では、他のものよりも冷静に行動する傾向があることをトリアーに伝えていた。主演には、キルスティン・ダンストが起用され、前作に引き続きシャルロット・ゲンズブールが出演した。その他にも、キーファー・サザーランド、シャーロット・ランプリング、アレクサンダー・スカルスガルド、 ステランス・カルス・ガルド、ウド・キアラが起用された。撮影が約500万ユーロの予算で2010年7月から9月まで行われた。同作は2011年の第64回カンヌ国際映画祭に出品されたが、現地での記者会見の中でアドルフ・ヒトラーに理解を示す発言を行ったことが、ペルソナ・ノングラータにあたるとして、理事会より、 事実の映画祭追放処分を受けた。同映画祭ではダンストが女優賞を受賞した。2011年9月には、式状況を意味する、ニンホーマニアックというタイトルの、ある女性のセクシュアリティの歴史を追求した、ハードコアポルノのプロジェクトをアナウンスした。トリアーの前2作に出演したシャルロット・ゲンズブールが、主演を務め、彼女が演じる、主人公、ジョーの若い頃は、 新人のステイシー・マーティンが演じた。その他にも、トリアーの作品に、たびたび出演している、ステランス・スカルスガルドや、ウィレム・デォー、ドッグ・ビルに主演したニコール・キットマンが起用された。また、ゲンズ・ブールの相手役として出演したシャイア・ラブーフは、自身が演じた、性描写は演技ではなく、本番であることを明らかにした。同作は、ソフトコア版とハードコア版の二つのバージョンが、制作され、 校舎では、ポルノ俳優が、一般俳優の性描写の大役を務めた。撮影は2012年夏に行われ、プロデューサーのピーター・アールベック・ジェンセンは2013年のカンヌ国際映画祭の出品を狙っていると発言した。最終的に同作は、軽予時間の全二部作として制作された。2013年12月に、デンマーク国内で一般公開され、 翌2014年には、ボリューム1が第64回ベルリン国際映画祭、ボリューム2が第71回ベネツィア国際映画祭で、それぞれ上映された。トリアーは2007年の後半から2009年の初めまでの長期間にわたって、うつ病を患っており、アンチクライスト、メランコリア、ニンホマニアックは、うつ三部作と呼ばれている。トリアーは、 飛行機恐怖症など様々な種類の精神疾患を抱えており、基本的に人生におけるすべてが怖い。映画作りだけは違うけれどとも語っている。空路による移動ができないため、彼の映画制作は大きな制約を受け、これまでの映画のほとんどはアメリカなど外国を舞台に、知っている場合でもデンマークかスウェーデンで制作されている。トリアの映画のほとんどを上映している。 カンヌ国際映画祭の受賞式にも、デンマークからフランスまで陸路自動車で出かけている。トリアーは何度も散発的な鬱病に悩まされており、仕事や社会関係に支障をきたしていると語っている。2007年の後半から2009年の初めにかけての鬱病による休業は大きく報道された。トリアーは、映画は靴の中の小石でなければならないと語っており、 独創的なものを作り上げるために、映画監督が行うべきこととして、しばしば映画制作の工程に制約を設ける形で、他と異なったスタイルを用いるようにしなければ、ならないということを主張している。有名なのは映画における、純潔の近いとも言うべきドグマ95である。しかし、トリアーは、この運動に深く関わっていたにも関わらず、彼の映画で完全に、ドグマ95に従って作られたわ。 イデオッツ、1998年だけである。他にも、ダンサー・イン・ザ・ダーク、2000年では、現実のシーンと、夢の、ミュージカルシーンとの間で劇的な効果を伴った、配色の違いやカメラ技術の違いが設けられている。また、ドッグビル、2003年や、マンナレー、2005年では、録音ステージの床に書かれた、線で表現された壁もないセット上の街で全てが、 撮影されている。トリアーはしばしばデジタル撮影技術を取り入れて、カメラを自分自身で操作し、低区間の停止を設けずに連続的に役者の演技を撮る撮影スタイルを行っている。また、ドッグビルでは、メソッド演技法に基づき、役者たちに何時間もの間役になりきらせて、撮影を行っている。これらの方法は、ダンサーインザダークの病区をはじめ、役者たちに、 大きなストレスを与えることにもなった。トリアーは、ウドキアー、ジャンイコールマルクバール、ステランスカルスガルド、近年では、ウィレム・デフォーや、シャルロット・ゲンズブールら人化の俳優を繰り返し、起用している。トリアーは、カール・テオドア・ドライヤー、特に、ザ・ナイト・ポルテから、大きな影響を受けている。他に、トリアーに影響を与えたものとして、ラース・フォントリアーの五つの挑戦。 三年の中でことに、渡りリメイクされた、ヨルゲンレスの短編映画、ザ・パーフェクト・ヒューマンがある。アンチクライスト、2009年は、アンドレー・タルコフスキーに捧げられた。撮影監督としてクレジットされているものは、イディオッツだけだが、実際には自らカメラを回すことも多く、いくつかの映画では、カメラオペレーターとしてクレジットされている。劇場公開もされた作品もある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。